最愛の妻を探している。どんな時でも笑顔を崩さず僕をずっと支え続けてくれただろう女性だ。だろう、おかしな言い方だなと自分でも思わずにはいられない。だがそう表現するより他はない。なぜなら僕にはほとんどの記憶がないからだ。たった一枚残された写真のように脳裏に浮かび上がる、とびきり美しい妻の笑顔。彼女の記憶はそれと少しの言葉くらいしかない。そして他に覚えていたことといえば、自分が結色少年であることと監獄島であるということだけだ。正直それだけでは自分が何者であるかなど分かりやしない。だから解放地区で気がついてからしばらく自分のことを探ってみた。だが手がかりは全く得られなかった。それに対して焦りがなかったといえば嘘になる。だが冷静になればなるほどそんなことはどうでもいいのだと気づいた。あの柔らかく笑う妻と再会すること、それだけが僕の望みだったのだから。そんな時だった。ちょうど地上へ行く方法が見つかったと知らせが舞い込んだのは、きっとこんな狭い地下監獄よりも地上の方がはるかに妻のいる可能性は高いだろう。そう思い僕は迷うことなく地上へと向かった。しかし待ち受けていたのはジェノサイドピンクという人の形をした化け物たちだった。すぐに殺戮の宴が始まり、人々はちぎられ、くびられ、切り刻まれ、いとも簡単に殺されていった。圧倒的な暴力の嵐。そんな感想が簡単に出てくるくらいだ。人々になすすべなどなかった。あとはできることといったら逃げるか隠れるか、それ以外に行動の選択肢はないんだと僕自身痛いほどよく知っている、うん、どうして僕はそんなことを痛いほど知っているんだ。まあ失った記憶の中にそんな知識があったんだろう。そんなことは今はどうでもいい。とにかく何とかやり過ごさねばならなかった。冷静に周りを観察するとジェノサイドピンクは逃げる人間から殺していることが分かった。となれば選択肢は隠れるしかなかった。なるべく目立たないように、積み上がった死体の山に身を潜めようと動く。死体のふりをしてやり過ごすのだ。傍から見たら情けない姿かもしれない。だがそれこそどうでもいいことだ。僕は生きて妻に会わなければいけないのだから。だがその時だった。それ以上はいけない。自分を見失ってしまう。その手に持ってるのはメアリガン。そんなことはどうでもいい。立てるか。いや無理にでも立て。今のうちに逃げるぞ。思わずあの景色少女と言ったが、彼女たちの悲痛な顔を見たら胸がチクチクとしたのだ。景色少年である自分はその役割についてもちゃんと理解していた。だからとっさにメアリガンを撃つことができた。このメアリガンは記憶を失って目が覚めた時にすでに所持していたものだ。手放すだけの理由がなかったから持っていたに過ぎないが、ともあれそのおかげで赤ずきんという少女は無事に正常な状態に戻ることができたようだ。しかしこの景色少女と呼ばれる少女たちは唯一奴らと戦おうとしていたみたいだが、一緒にいると僕の身も危険ではないか。それは困る。僕は妻に会わなければいけないのだ。だから早々にその場を去った。今にして思えばなぜそんな行動を取ったのか、自らの命を計りにかけてまでやることだったのか、
自分が理解できない。そして事態はますます意味がわからなくなる。形式少女たちの元から去ろうとした時、突然僕の体が宙に浮いたのだ。気づけばこんな寒い空間に飛ばされてしまったというわけだ。正直な話、この世界がどうなろうが、周りにいた人間がどうなろうが知ったことではない。僕には何よりも優先すべきことがあるのだ。妻に会って話がしたい。まだまだ話したいことがたくさんあるんだ。ほんのわずかな愛の思い出と花のような笑顔、そして記憶の果ての彼女がつぶやく急がば回れという言葉。これらを胸に、これから何をすべきか、どうすれば彼女に再会できるのか、しっかりと考えていかねば。出血が止まらないんですか？白雪、お願いだから死なないでください。なあそこの君、ちょっといいか？あなたは？君たちと同じように地上に来たものだ。それよりもちょっとどいてみろ。どうですか？助かるんですか？あいにくと医者じゃないから断言はできない。だがまあ、できる限りのことはやってみよう。まずは止血だ。その女を仰向けにして、足を荷物の上に軽く乗せるんだ。それからハンカチで傷口をしっかり押さえててくれ。わかりました。ほら白雪、もうちょっとの辛抱ですよ。慌てるな、危害を加えたわけじゃない。まさか汚れがゆっくり消えていくこの感覚は。君たちの汚れを消しておいた。それはメアリが。そういえばあなたは確か赤ずきんの汚れも消していましたね。一体何者なんですか？一緒に地上に来たってことは解放地区にいらっしゃったと。待て、今はそんな話をしている場合ではないだろう。まずはこの女の治療が先だ。白雪、傷薬を使っておいた。あとはなるべく動かさずにしておけば、じきに出血は収まるだろう。そうですか。よかった。本当にありがとうございます。
安心するのはまだ早い。この場所は吹き抜けで風が強い。ここにいたら傷は塞がっても寒さで体力が落ちていくぞ。だから風の入ってこないメルヘンたちにも見つかりにくい場所を探すんだ。そうですね、休ませてあげられる場所を探してあげないといけませんね。ならすぐに移動するぞ。ついてくるんだ。敵が来た。乗ってきました。だるいです。行きますよ。お疲れ様でした。アイテムゲットです。アイテムゲットです。来ました。だるいです。だる。お疲れ様でした。任せておけ。これでどうだ。癒されます。来ました。行きますよ。行きますよ。いた。任せておけ。これでどうだ。癒されます。行きますよ。やお疲れ様でした。気ぶりに期待です。アイテムゲットです。任せておけ。お疲れ様でした。ゲットです。
ないしです。お疲れ様でした。もう私なんて。やれやれ、獅子身中の虫とはまさにこのことか。お父さん、否定してくれないんだ。最後にもう一度だけ言わせてもらう。考え直せ。全ては変化していくんだ。何もかもがお前の掌中にあるわけじゃない。この星と共に生きることを考えろ。さて、用済みのおもちゃには退場願おうか。使える銃がまだ残っていたなんて。みんな気をつけて。なに、このままじっとしていてくれれば何もしない。面倒だろうね。なんなら塔を降りてくれても構わない。私は私で目的を叶えることにしよう。お父さん、お父さんが昔のお父さんじゃなくても私にとっては。君には大いに感謝している、赤月。私の計画は君のおかげで大きく前進することになったのだからね。だが、もう不要なんだ。さようなら、赤月。ああ、またこの場面だ。お父さんに裏切られたあの時のことは頭に焼き付いて離れてくれない。私はお父さんのこと生まれてから一度も疑ったことなんてなかった。だって怪我や病気の時はすごく心配してくれたし、どんなに忙しくても時間を作って会いに来てくれた。何年も何年も変わらずに愛をくれた。私はずっとずっとお父さんの娘だった。そこに疑問なんて持つわけなかった。だから最後のお父さんの言葉は私の心を突き刺し、軽々と打ち砕いた。仕方ないよね。私お父さんのことは本気で信じてたもん。そう、あの時私はそれまでの自分の人生を否定された気がした。ううん、違う。間違いなく否定されたんだと思う。だってそれまでのお父さんとの家族の時間は全部偽物だったんだって突きつけられたから。でもそれでも私は信じようとした。何かの誤解やすれ違いなんだって思いたかった。信じたかっただけなんだろう。それまでただ怖くて目を向けられなかったんだ。結果私の行動は全部裏目に出ちゃって、みんなを危険にさらした。私はリーダー気取りでいたけれど、みんなを導くことはできなかった。そしてお姉さんかと言われればそんなこともなかった。私が誰を守れた。さっきだってそうだ。地上に出ていきなりの出来事に私はただ呆然とするだけで、仲間も住民の人たちも守れず、それどころかむしろ足手まといだった。ほんと私ってばダメだ。きっとジャックもこんな私を見たら呆れるだろう。そんな顔させたくはないけど、でもどうしていいかわかんないんだよ。お父さんに捨てられ、みんなを危険にさらして、そんな私はどう生きればいいのか。もうみんなに合わせる顔がない。もしもウィッチクラフトが今目の前にあったら、私は
消えてなくなりたいってそう願うだろうな。はあ、本当消えてしまいたい。さん、スキンさん。赤ずきんさん、よかった、目を覚ましてくださって。赤ずきんさん、具合の方は大丈夫ですか？大丈夫。ところであなた誰だっけ？あ、これは失礼しました。私、黎明で物資の販売なんかを担当していました、クナイと申します。直接お話ししたこともあるんですけど、覚えてないですよね？うん、ごめん。あ、いえ、気にしないでください。たまに行くお店のスタッフってだけですから、覚えてなくても仕方ありません。ただ、私は赤ずきんさんをよく知っていますけどね。え、そうだったの？赤ずきんさんたちがいらっしゃると、販売所が賑やかになって、こっちも楽しかったんですよ。ああ、それで有名なのね。ばかりで申し訳ないんですが、すぐに移動した方がいいと思うんです。そうだね、なんだか知らないけどここ寒いもんね。いえ、それも問題ではあるんですが、ここに留まらない方がいいというのはメルヘンやナイトメアがいるみたいだからです。え、どういうこと？おそらくですが、ここは監獄島じゃないかと。メルヒェンたちを説明するにはそれしかありません。なるほど。すみません、本当はもう少し寝かせて差し上げたかったんですが、メルヒェンといい、寒さといい、ここはあまりにも危険です。私だけではこの場所を探索できませんし、それで申し訳ありませんが起こさせていただきました。謝んないでいいってば。むしろ起こしてくれてありがとう。で、聞きたいんだけど、他に誰かいないの？はい、ほんの少ししか見て回ってないですが、この辺りに人影はありませんでした。そっか、それはだいぶ困ったね。力にはなれませんけど、実は運よくいろんな道具を持ってるんです。ほら見てください、携帯食に薬、鍋に水筒に寝床代わりのビニールシートまで、キャンプをするには困りませんよ。これって結構ラッキーだと思いません？物資担当だったのが幸いしました。へえ、当分の間は生活面は安心だね。はい、ですからこのチャンスを生かして他の皆さんを探しましょう。そっか、そうだよね。私たちはきっと恵まれた状況にいる。うん、みんなを探そう。じゃあそうと決まれば今すぐ出発しましょう。
ラッキー。ラッキー。行っとった。行くよ。アイテムだ。まんまとやられた。泣けないよ。出番だね。はあ、ちょっと出番だね。ちょっと待ってます。出番だね。そこだ。よし、勝った。やったね。結構探し回ったけど誰も見つからないね。皆さんも無事なら安全な場所を探して動いているはずです。きっとすれ違っているだけですよ。そうだといいけど。疲れてない？無理しちゃダメだからね。ありがとうございます。私は平気です。ずっと赤ずきんさんに守ってもらっていますから。むしろ赤ずきんさんにばかり頼ってしまって本当にすみません。いいっていいって。前に立つのが私の役割なんだから。クナイはちゃんとついてきてくれればいいの。それにクナイがいなかったら私寂しくて怖くてパニックになってた。本当に心強いよ。ありがとう。なんで笑うのさ。いえ、赤ずきんさんもそんな風に思うんだなって。そりゃいきなりこんな監獄島で目覚めて他に誰もいないなんて状況になったら誰だってパニックになるって。もちろんそれが普通の反応なんですが。失礼な話ですが、私赤ずきんさんは怖いものなどないというお人かと思っていたんです。だって遠くから見ていた限りではいつも堂々としててみんなを引っ張っていて弱さなんてみじんも見せませんでしたから。だから赤ずきんさんが私と同じように怖いとか寂しいって思うって分かってなんだか嬉しいんです。遠目から見る私ってやっぱ強そうって印象だったんだね。ごめんなさい。つい謝らなくていいってば。怒ってないっていうかむしろちょっと嬉しいし。なんか不思議だね。黎明ではほとんど喋ったことなかったのにさ。確かに
赤ずきんさんと二人きりでお話しできるなんて想像もしてませんでしたよ。そういった点ではこの状況に感謝かもしれません。前向きだね、クナイは。いきなり辺りが暗くなりましたね。これはナイトメア。クナイ逃げるよ。わかりました。そんなこと言って、クナイも結構足早かったじゃん。クナイ、大丈夫？怖かったよね。やっぱり、分かっちゃいます？そりゃね。とっても怖かったです。私、長いこと安全な黎明にいましたから、ナイトメアなんて初めてで、一人だったら足がすくんで動けなかったでしょう。赤ずきんさんも怖かったはずなのに、私のために気丈に振る舞ってくれて本当にありがとうございます。私も怖かった。はい、あんな化け物怖くて当たり前じゃないですか。当たり前。そうです。どんなに勇敢な人だって立ち向かうかどうかは別にして、怖いものは怖いはずです。うん、私もすっごく怖かった。だって今のナイトメアはきっとどう頑張っても倒せない状態だろうし、何より私一人だったし、いくら景色少女だってたった一人でナイトメア相手にしたらきっと簡単に殺されちゃうんだよ。だからもうダメかもって思っちゃった。ごめんね、こんなに頼りなくて。そんなことありませんよ。赤ずきんさんは私の手を離さずにいてくれたじゃないですか。本当ならクナイが怖がらないようにドンと構えてなきゃいけなかったの。でもそんな余裕もなくて。それでも私を助けてくれたという事実は変わりません。それにいいんですよ、それで。私だけ怖かったらきっと情けない気持ちでいっぱいになってました。足を引っ張って最悪だなって。でも赤ずきんさんも怖いって思ってくれたから、そこまで自己嫌悪に陥らずに済んだんです。本当に同じでよかった。くない、ありがとう。ここならメルヘンたちにも見つかりにくそうだし、キャンプ地にちょうどいいね。そうでしょ。この場所のおかげで私たちしばらく隠れていられたのよ。おーこん
のキャンプ地は私が見つけたんですのよ。すごくなくって？いや、あんたが最初に倒れてたってだけでしょ。それは言わない約束ですわ。何にせよ、親指とシンデレラが無事でよかったよ。ここまで誰にも会えなかったからさ。私たちも近場を回ってみたけど、誰にも会えなかったの。だからいよいよ遠出してみようかって話をしてたの。そしたらいきなり茜たちの声が聞こえた気がしてね。もしかしてって思って見に行ったら本当にいたから驚いたわ。本当、茜たちも無事でよかった。赤ずきんさんの大きな声のおかげですわね。他の人の声だったら聞こえたかどうか。そんなに私の声ってうるさいの？割と真面目に褒めてるんですのよ。そうなのかな。皆さん、荷物整理してたらいいもの見つけました。わー、クッキーじゃありませんの。携帯食とは別にこっそり忍ばせておいた私のとっておきです。さあ食べましょう。ありがとう。甘いもの食べたかったから助かるわ。そういえばあなたちょくちょく見たことあるような。黎明の販売所にいた久内さんですわよ。無事で本当に良かったですわ。シンデレラ、久内のこと知ってるんだ。ええ、掃除仲間だったんですのよ。黎明が綺麗に保たれていたのは私たちのおかげなんですからね。シンデレラさんのおかげでいつも掃除の時間が楽しかったんですよ。へえ、そんなつながりが。何にしてもこうして4人だけでも合流できてよかったわ。これで他のみんなを探しに行くのも楽になるわね。でも他のみんなはどこにいるのかしら。地上に出てどうしていきなりこんなことに。確かに何が何だかよくわからないわよね。ジェノサイドピンクとか、あの巨大な監獄塔とか、短い間にいろいろと起こりすぎだわ。でもいろいろ考えなくちゃいけないことはあるけど、今は立ち止まってはいられない。そうでしょ、アカネ。それはそうなんだけど、私たちには今ジャックがいない。汚れを取る方法がないんだよ。だから今はむやみやたらに戦うわけにはいかないよ。ああ、汚れを取る方法ならあるっちゃあるけどね、えシンデレラ。ええ、まあ。それは何？薬？前にグレーテルさんから研究の対価としてもらったとても強力な睡眠薬ですわ。これを飲めば一時的にではあるけれど汚れを減らすことができるんですのよ。そんな便利なもの、グレーテルったらいつの間に。ところがどっこい、そんな都合のいいものでもないのよ。この薬、確かに汚れを減らせるのだけど、睡眠薬の効果も強力で、飲んだら最後強制的に眠ることになってしまうんですの。それじゃあ戦ってる最中に飲んだら無防備なままボコボコにされちゃうじゃん。だからあるっちゃあるけどって濁したのよ。でもないよりはマシでしょ。そうだね、本当に最終手段だけど。ええ、グレーテルの薬にはなるべく頼らずに行きましょう。そういえばグレーテル、それに白雪も怪我を負わされていたけど大丈夫かな。私がもっとしっかりしていれば被害をもっと少なくできたの。それを言うなら私もですわ。ジェノサイドピンクを甘く見すぎていましたもの。いざ戦ったら手も足も出なかった。あいつら強かったよね。落ち込んでちゃダメでしょ。次は勝つくらい言わなきゃ。親指姫さんも戦ったんですから、それが簡単じゃないことはわかりますでしょ。まあそうだけどさ、白雪無事よね。それにネムも。いきなりどうしたの、クナイ。私、いいものを持ってきてたんでした。確かこのポケットに、パ
ありました。ほら、ライターです。これで暖かくなれますよ。ちょっと待ってくださいね。あれつかぬ…あつ…くない、持ち方が上下逆だって。あら、何かおかしいと思ったんですよね。くないさん、もしかして意外とそそっかしい？よく言われるんですよ。いや、褒めてないからね。でもこれで火が起こせますわね。私、正直寒くて限界だったんですのよ。実は私もよ。じゃあ焚き火作って暖を取りましょう。ほら茜、風よけになって。了解。お、暖かい。随分と久しぶりにぐっすり寝た気分ですわ。別に一日たりとも徹夜なんてしてないのにね。昨日があまりにもいろいろとありすぎたからね。私も体力限界だったし。でも一晩しっかりと休んだから今日はしっかりと探索に出られるわ。皆さん出発ですか？絶対に無事に帰ってきてくださいね。何言ってるの？クナイも一緒に来るんだったわ。そうなんですか？私はてっきりここに残ってキャンプを守るのかと。探索組とキャンプ組に分けたいところなんだけど、私たち人数少ないからさ、2人ずつに分けたら探索組が厳しい。だからってキャンプに来ない1人を残すなんて絶対にできない。どう分けてもどっちかが手薄になるならいっそキャンプ地は無人で放置してみんなで行こうって、そう考えたんだよ。キャンプは迷い込んだメルヘンとかに荒らされちゃうかもしれないけど、それはもうしょうがないって割り切ろう。命の方が大事ですものね。大丈夫、クナイさんは私がちゃんとお守りいたしますわ。ありがとうございます、シンデレラさん。とても心強いです。やっぱアカネがいてくれてよかったわ。方針がズバッと決まるし、まとまりが出るもの。やっぱり私たちはこうでなくっちゃですわね。いや、私なんて大したことしてないってば。そんなことないわ。アカネがいてくれるからみんな下向かずに頑張ることができてるのよ。私がいなかったら他のみんながもっとしっかりやってくれるよ。そうじゃありませんわ、赤ずきんさん。私は子供の頃からずっとずっと赤ずきんさんと一緒でしたわ。それこそ修行も遊びも全部、そう、それが当たり前の日常だったんです。だからあなたがそばにいてくれるだけで安心するんですの。ごめんね、シンデレラ。私リーダーだとかお姉さんだとか言いながらそばにいるしかできなくて。そうじゃありませんのに。あかね、ほらみんな行こう。え、そうですわね。そうだ、昨日も話したけど私たち汚れをちゃんと取ることができないから無茶なことはしないようにしましょう。うん、グレーテルの睡眠薬に頼らなくて済むように行動しなきゃだね。それじゃあ行こうかみんな。いらっしゃいませ。何をお求めですか？これでよろしいですか？他
こうですの。やった。今どこかで。仕方ない。時間もない。ここなら安全だろう。休ませるにはちょうどいい場所ですね。奥まっていて風も入ってこないですし、とはいえ凍っている床に白雪を寝かせるのは体温の低下を招きますね。これを使え。まあ敷物に服まで。助かります。服は体にかけて、その上で君は止血しつつ体を寄り添わせて少しでも温めてやれ。白雪に何してるんですか？何って止血だが。それはわかります。ですがそんなにスカートをめくって太ももまで触って。これは止血対法という手段だ。傷口を圧迫して包帯をするから触らねばやりようもない。言っておくが、僕は離れ離れになってしまった妻を探しているんだ。そんな僕が他の女性に、しかもこんな子供の体に興味など抱くものか。ましてや今は緊急事態だ。こんな状況でそのようなことを考える奴はただのバカだな。それはごめんなさい。え？あなた同い年くらいに見えるんですけど、結婚してるんですか？よし、どうやら出血も止まったようだ。あとはこいつの運次第だな。白雪姫です。その子の名前です。あとわらわはかぐや姫と申します。これからはこいつとかではなく名前で呼んでいただけるとありがたいです。そして改めて白雪のことありがとうございます。あなたがいてくれなかったらこの子は助からなかったかもしれません。まだ助かったわけじゃない。こいつ、いや白雪姫の体力と運次第だと言ったろ。それでも感謝します。本当に助かりました。それで改めてあなたのことをお聞きしたいのですが。聞きたいと言われてもな。僕自身記憶を失っているから話せることはほとんどないな。だったんですか？ではどうしてメアリガンを持っているかというのもご存知ないのですか？僕が覚えているのは3つだけだ。妻を探していること、自分が景色少年であること、そして自分が監獄島であるということだ。メアリガンを持っているのは僕が景色少年だからか。理由になっているようななっていないような、どこで手に入れたのかも分かりませんし、黎明が感知していなかった理由も分かりませんね。それに監獄島、あなた自身が監獄島とは一体どういう意味なんでしょう？僕に聞かれても困る話だ。確かに記憶喪失ですもんね。ではあなたのお名前は？そういえば名前も覚えていないな。ま、あなたでもお前でも好きなように言うと。とにかく今話した以上のことは知らない。そうですか。僕自身自分のことなどどうでもいい。だから君も気にするな。
気にするなと言われても気になって仕方ないんですけど、あなたはどこで記憶を失ったんでしょうね。もしかしてジェノサイドピンクに襲われたショックで記憶を失ってしまった。それにどことなくジャックに面影が似ていますが、もしかして兄弟だったりするんでしょうか。ジャックとは水色の髪の男だろう。あいつは遠目から見たことがあるな。あんな奴は知らないな。ジャックもそんな話はしてませんでしたし、やはり関係はありませんか。そうだ、あなたの妻の名前は何ですか。もしかしたら知ってる方かもしれません。力になれるかも。こんなにも妻を求めているのに、顔も思い出せるのに、名前が思い出せないんだ。それは辛いですね。だがそれが妻を探し出せない理由にはならない。何があろうと絶対に生き抜き、見つけてみせる。そのために君たちを助けたんだからな。え？それってどういう意味です？こんなメルヘンが徘徊している場所で、貴重な時間と資材を費やしてまで一般人を助けるとでも。僕はメルヘンと戦う力はないからな。奴らと渡り合えるものを探していた。それで見つけたのが結色少女の君たちというわけだ。なんて、確かにジャックと兄弟とは思えないですね。だから兄弟なんかであるわけ。ちょっと待て、あたりが暗くなってきてないか。本当ですね。で、この闇は。ああ、そうか、ナイトメアか。メルヘンならまだしも、厄介な奴が出てきたな。仕方ない、手間をかけて応急処置をしたが、ここまでのようだな。はあ？あなた何を言って。まさか司令機を置いていくつもりですか。そんなことできるわけがないでしょう。そうは言っても、白雪姫を背負ってナイトメアから逃げるというのは死ぬ確率を相当上げる行為なんだぞ。それに彼女を置いていけばナイトメアもそっちに気が行くはずだ。その方が死ぬ確率は下がる。そうだろう。あなたは白雪を何だと思ってるんですか。おとりにも生贄にもさせはしません。ではここで全員仲良く死ぬか。僕はごめんだ。あなたは自分のことしか考えていないのですね。白雪を助けなければわらわもあなたを見捨てますよ。ナイトメアに捕まろうが何であろうが。なるほど、それだと僕は死ぬな。だがそうすれば君は遠くないうちにブラッドスケルター化するだけだぞ。それでも白雪を見捨てるという選択肢はありえません。を巻き込んでしまう。背負って逃げる。完全に無防備になりますが。白雪姫を連れて行けば君は僕の代わりに戦ってくれるんだな。いいだろう、僕がおぶって言ってやる。だが僕の命が危なくなれば即座にその場に置いていくからな。あなた急にどうして。まあいいです、そうしてくれるのであれば。わらわが本気で何とかしてやります。白雪、
回復したら向こう1年間はわらわのサボりに付き合ってもらいますからね。慌ただしいけど少し我慢してくださいね。ナイトメアから逃げて今度こそ安全な場所に連れて行きますから。よし、準備はいいな。ではナイトメアを振り切るぞ。逃げ切ったようだな。ええ、もうナイトメアの暗闇はありませんね。ちょっと息を整えさせてくれ。あら、思った以上にひ弱なんですね。こんな重いものを背負って走ったのは生まれて初めてだからな。それでよく解放地区で暮らせていましたね。何にせよ、白雪を見捨てないでくれてありがとうございます。その代わりに君に戦ってもらうという約束に従ったまでだ。礼などいらない。さて、今度こそしっかりと白雪姫を寝かせておける場所を探したいところだが、監獄島の中で安全な場所を探すというのはなかなかに難しそうですね。そこにいるのはかぐやか。その声、ハル。それに門脇も。よかった、無事だったか。そっちは3人か。かぐやと白い髪の君と、背負われているのは白いのか。お二人も無事で何よりです。ああ、ようやく仲間と再会できた。お前ら、クララは一緒じゃないのか。どこかで見なかったか。え、いえ、見ていませんけど。そうか、いや、お前たちだけでも会えてよかった。そうだ、喜んでいる場合ではありません。白雪が重症なんです。どこか治療に専念できる安全な場所をご存知ありませんか。それなら俺たちが設営したキャンプがある。そこなら一通りの物資もあるから、ちゃんとした治療もできるだろう。白いのはだいぶ危険なのか。この人が応急手当をしてくれたので、最悪な状況はひとまず回避しましたが、予断は許しません。そうか、あんたがありがとうと言っておくよ。礼などいらない。それよりどうするんだ。何をするにせよここに突っ立っていても仕方がないと思うが。それもそうだな。じゃあ行くか。ようやく希望の芽が出てきました。してるんですか。早く白雪を運びますよ。ああ、分かっている。よし、すぐ近くだ。ついてこい。こっちだ。テントの中に白雪を寝かせるんだ。かぐや姫、枕代わりになるものと、足のつま先を心臓より高い位置にできる荷物か何かを用意してくれ。では枕は丸めたタオルで、足の方は白雪のカバンを使いましょう。よし、これでようやく寝かせられる。容体はどうなんだ。止血した傷口も安定したし、呼吸も落ち着いてきたようだ。ひとまず大丈夫だろう。そうか、そいつはよかった。ようやく一安心です。
それにしてもお互いによく生き延びたもんだ。地上に出ていきなり襲われて、わけのわからないうちに監獄島に飛ばされて、挙句ナイトメアに追われて、わらわは何度死ぬと思ったことか。そうだ、お互い地上に出てからここまで何があったか情報交換をしようじゃねえか。特にそこの少年が何者なのかとか。僕のことか。ジャック以外の景色少年か。いや、そりゃいてもおかしくはなかったんだがよ、なんで今まで発見されなかったんだか。存在だけなら本人が口外しなければもちろん分かりようがないけどよ。でもメアリガン持ってるんだろう。そんな奴が解放地区に住んでて黎明が知らなかったってのも変な話なんだよな。変だと言われてもな、事実だから仕方ないだろう。事実か。もうちょっと突っ込んで聞きたくても記憶喪失じゃ聞きようがねえしな。黎明以外でメアリガンを作っている人がいるという可能性はどうでしょう。地下ジェイルでは少なくとも黎明以外に作れる施設は見たこともないし、もっと言えば俺以外に作れるやつなんて。もしかしてクララか。でもあいつなら作ったらドヤ顔で店に来そうなもんだしな。これ以上考えてもしょうがねえか。僕がわからないのに君たちにわかるわけがないだろう。それに僕は自分のことなどどうでもいい。これからどうするつもりか、プランはあるのか。そうですね、ジェノサイドピンクのこととか、地上に出た瞬間に見た巨大な監獄島とか、いろいろと考えなければならないことはありますが、まずはこのキャンプで生活していくためにやるべきことと他の仲間を探すことに専念するのが最優先かと思います。どうしたんです、門脇、大きくため息なんてついて。いや、聞いてるとそこの白髪くんも含めてあくまでも君たち人間じゃないのかって思って、いまいち信用できないけど、今は協力して生き延びないといけないからね。ま、よろしく頼むよ。門脇、それってどういう。ああ、気にしないでくれ。ただそう思ったってだけのことだから。今日はみんな疲れてるし、もう休むとするか。そうですね、当面の方針も決まりましたし、わらわもそろそろ寝転がりたいです。じゃあ今日は解散ということだな。それでは失礼する。のことは気にすんな、悪いやつじゃねえ。別に気にしていない。どう思われようが僕にはどうでもいい話だ。で、お前本当に何も覚えてないのか。しつこいな。僕が覚えてるのは妻のこと、景色少年であること、監獄島だということだけだと言ったはずだ。悪い、疑ってるわけじゃないんだ。ただもう少し記憶の断片を細かく教えてくれれば力になれるかもと思っただけだ。例えば顔や格好を覚えているなら、その特徴を言ってくれれば俺たちも探せる。一人で探すよりは効率的だろ。覚えている、妻の顔もその表情も。だがいいのか、君たちには関係のないことだぞ。
今は力を合わせて生き延びるって状況だ。一緒にいる奴とはなるべくならいい関係を築くべきだと俺は思っている。感謝する。妻は艶のある綺麗な純白の長い髪に金色のバレッタをしていて、肌は透き通るくらいにきめ細かく、顔立ちも精巧な美術品のように美しいんだ。そして一見儚いと思える風貌とは裏腹に、常にニコニコ笑い、活力に満ち溢れている、そんな女性だ。ベタボレだな。まあそれだけの風貌と性格だもんな。にしても白い髪か、かなり珍しいな。確かに地下ではほとんど見なかったな。だが珍しいなら見つけたらすぐに分かるだろう。その時は教えてくれると助かる。ああ、約束しよう。まったく探し人を持つと大変だよな。心配で神経がすり減っちまう。ああ、妻が無事でいてくれるかと、そんなことを常に考えてしまう。俺にも早く見つけてやんねえと不安なバカ弟子がいるんだ。あのバカ、俺なんかをかばいやがって。無事でいてくれるといいな。そいつも早く見つかるといいな。そうだ。僕が生き残るために仕方なくやったことだ。景色少女でよかったな。あはは、お話通りの方ですね。では助けてよかったと思っていただけるように、病み上がりではありますが景色少女としての役割をしっかりと果たそうと思います。まだ動くには早いんじゃないか。傷を開かせないためにも安静にしているべきだ。せっかく救い取った命だ。無駄にはするな。心配してくれるんですね。いや、そういうわけでは。ありがとうございます。救ってもらった命大切にしながら頑張ります。まあいい。それよりかぐや姫はどうした？ああ、かぐやさんなら起きるのがめんどくさいから探索は午後からにしようと言ってました。本当か？なぜだ。昨日はあんなにやる気だったのに。かぐやさんがやる気を出すだなんて、いくら大変な状況とはいえ驚きです。意外と辛辣だな。命がかかってたんだ、やる気を出さざるを得ないだろう。いえ、かぐやさんはもともととてつもない面倒くさがり屋で、それが決死切り微動なんです。ですからそれに抗うのは大変だったはずです。そっか、そんなに頑張ってくれたんだ、かぐやさん。しかし困ったな。もう出発したいのだが。しょうがない、呼びに行くか。あ、待ってください。かぐやさん、昨日はとても頑張ってくれたみたいだから、少し休ませてあげてくれませんか？だがあまりゆっくりしている時間も。わかった、午後からでいい。本当ですか？ありがとうございます。おお、元気のいい声が響いてると思えば。ハルさん、ご心配おかけしました。ちゃんと回復したみたいだな。助かって本当によかったよ。はい、この方のおかげです。いや違う、助かったのは僕の応急処置よりも、ひとえに白雪姫自身の皮下脂肪の高さのおかげだ。え？この極寒の中で皮下脂肪が高いおかげで
体温の低下を防いでくれたことが白雪姫が助かった要因だろう。そんなことはあるはず。怒っていい。君の皮下脂肪が。かわいそうにな。ったく、言葉選びが絶望的だな。お前みたいな堅物、昔どこかで見たことあるわ。事実を伝えるのは大事なことだと思うが。そういうところだ、堅物。もう私なんて。出番ですわね。ですわ。任せなさい。いいよ。出番だね。片付きましたわね。
ラッキーですわ。慎重に進みましょう。ですわね。アイテムだ。探したってのに誰にも会わないわね。誰かがいたっていう痕跡すら見当たりませんでしたわ。アカネとクナイが見つかったんだもん。他のみんなもきっといると思うんだけど、もしかして皆さん出口を見つけて外に出て行ってしまったんじゃないですか。その可能性も確かにあるけど、出口らしきものなんてここまで見なかったわよね。私たちが思っている以上にこの監獄島は広大なのかもしれませんわね。みんなのいる可能性が消えないのはいいことだけど、広すぎるってのもうんざりする話ね。結局まだまだ地道に探していくしかありませんわね。ね、赤ずきんさん、みんなどこにいるんだよ。昔のジャックがまだいない時を思い出すわね。そうですわね。あの頃もこんなメンバーでしたわ。アカネってば目を離すとズンズンと進んでいっちゃうし、元気よくジェールの中を駆け回るから大変だったわよね。あら、想像するだけで可愛らしいエピソードですね。私たちはアカネを追いかけながらメルヘンから逃げたりと、結構ハードな展開だったりしたのよ。あらあら、でもそれが今につながってるんですよね。ええ、そのおかげでどんどんジェイルについて新しいことが分かったりしましたもの。好奇心の塊だったからね、アカネ。おかげでピンチになることも多かったけど、でも不思議となんとかなるって思えたのよね。
リーマンになって思い返すと、あの頃ってとても楽しかったわ。あの頃の私は本当に何も知らない子供だったんだよね。だから根拠もないのに何でもできるってそう思ってたんだ。実際いろいろとうまくいっちゃったりしてさ、それだからお父さんも無茶したことを叱りつつも褒めてくれたっけな。その行動力が茜のいいところなのよね。でも今はもう子供じゃないから。確かにそうですけど、ジャックさんたちが入ってきてからも何度も赤ずきんさんの行動力には救われてきましたのよ。そう、私に行動力なんてないよ。少なくとも今の私は見ての通りこんな感じだから。そうかもしれませんけど、調子が悪い時なんて誰にでもありますわ。そうよ、茜が頼りないなんてことないんだからね。ありがとう。仕方ない。時間もない。
きますよ。起きますよ。開通です。力が足りません。ついてますね。行きますよ。どう動くか。傷つけさせはしない。やっときます。もう嫌です。危うかったですね。レベルアップしました。こんなの軽いです。力が足りません。これは？あ、開きました。さっみゃっ。アイテムゲットです。アイテムゲットです。わずかに苛立った程度だ。心なしか空気が重いですね。いいもの見つけました。怖いこと言わないでください。僕たちにできることはやりきったようだ。もう私なんて。
ぎゅ。分かってるわ。行くよ。開いた。さあ通りましょう。空気が重いような。訪れたことのない場所ですわ。さらに行かないでよ。なんか急にゾクッときたの。悪い予感がするわね。見つけましたわ。で
レベルアップよ。仕方ない、時間もない。なんだかゾクゾクします。気のせいでは。いいもの見つけました。ついてますね。さっさと終わらせよ。任せておけ。行きますよ。ないですね。危うかったですね。
そこまで深刻ではない。どうですか？発動です。開通です。ですか？あ、何か音がした。発動です。ついてますね。ついて開通です。もう私なんて、なんか急にゾクッときたの。そう？ラッキーですわ。いいもの見つけた。出番ですわね。よし、勝った。気をつけて。待ってました。そこだ。片付きましたわね。レベルアップですわ。あれ、この監獄塔のコアじゃない？本当ですわ。ではこれを壊せばナイトメアを倒せるように。でもやっぱり万人もいるわね。まあ予想はしてたけど。ねえ、今無理して壊そうとしなくてもいいんじゃないかな。どうしてよ。コアを壊せばナイトメアの不死性をなくせるわ。倒すチャンスじゃない。確かにそうだけど、でも景色少女は私たち3人だけだし。昔はこんな人数でも挑んでいたじゃない。やれる時にやらなきゃ。でも他のみんなと合流してからの方が安全に行けるよ。逆よ、アカネ。ナイトメアを倒して安全を確保してからみんなを探すのよ。今の私たちならやれるわ。昔の自分ならやれるって言い切っていたけど。茜、今コアを破壊することで周りのメルヘンが一斉に向かってくるとか、何か大変なことが起きたりしない？コアに手を出せば当然ジェイルはざわつく。ここはやっぱり無視して進んだ方が。でも確かにナイトメアに遭遇した時、不死性を奪っていれば対処のしようもあるし。ちょっと茜、今はゆっくり考えている場合じゃないわ。ダメだよ、ちゃんと考えて動かないと。危ない橋は渡っちゃいけないよ。グレーテルならなんて言う？あの子はコアを破壊したがるかな。ジェイルの変化のサンプルがとか言いそう。でもジャックだったら、みんなを危険な目に遭わせるくらいならやめようって言ってくれそう。ああ、もう正解はどっちなの？考えないと。
もうそんなの赤ずきんさんらしくありませんわ。そのらしさで突撃して危険な目に遭ったらどうするの。もしかして赤ずきんさん、自分のこれまでの行動を悔やんでるんですの。そうだよ、私いろいろと判断間違えてきたって気づいちゃったの。だから慎重にならないといけないんだよ。間違えてなんていませんわ。だって私たちがここまで生きてこられたのは赤ずきんさんのおかげなんですよ。違うよ。ほら、ジェノサイドピンクに襲われた時、私ちゃんと判断できずにみんなを危険にさらしたじゃない。あれは突然の出来事だし、しょうがないわ。むしろ茜がいなかったらみんな死んでいたかも。そうです、赤ずきんさんは頑張っていますわ。確かにジャックさんが入ってくれて、私たちはあの人の判断に助けられることが増えました。でもまだ入って数ヶ月ですわ。赤ずきんさんはそんなジャックさんよりもずっと長い間的確な判断をし続けてきた。それがどれだけすごいことか。もしご自分で分かっていないんでしたら、私いくらでも語って差し上げますわよ。そうよ、アカネはこれまでちゃんと私たちをいい判断で引っ張ってきてくれたわ。だから今アカネが自信を持って判断をしてくれるなら、私たちは何も言わずにそれを信じるわ。シンデレラ、親指、分かったよ。それじゃあ君には大いに感謝している、赤ずき。私の計画は君のおかげで大きく前進することになったんだからね。だがもう不要なんだ。赤ずきんさん、自信を持ってください。今私が生きているのは間違いなく赤ずきんさんのおかげです。くないね。それは真新しくて忘れようのない絶対の事実ですよ。よし、それじゃあみんな、こうなったらもう戦うしかありませんわね。ごめんなさい皆さん。いいってクナイ。それじゃあみんな、絶対に油断しちゃダメだよ。油断しないよ。覚悟なさいませ。いや、見てなさい。えい、待ってました。そこだ、出番ですわね。やっ、任せなさい。はっ、いいよ、私の番だね。とりゃあ出番ですわね。やっ、見てなさい。えい、待ってました。よいしょ、ちょっと出番ですわ。片付いたわ。知れませんわね。だとするなら仲間の誰かがやった。いや、
まだ決めつけるのは早いかしら。何にせよ破壊できてよかったですわ。これでナイトメアにも対抗できるんですよね。すごいです皆さん。さてと、それじゃあ少し休憩してまた探索しましょう。進むわよ。泣けないよ。待ってました。はあ、覚悟なさいませ。ですわ。いい調子。見てるわ。行くわよ。えい、あたしの番だ。片付いたわ。アイテムだ。アイテムゲット。任せなさい。これでも食らいなさい。片付いたわ。行くよ。ですの、うん、今どこかで。チェックよ。これじゃない。戦闘開始。出番ですわ。任せなさい。これは痛いわよ。よし、勝った。ラッキーですわ。
時間もない。監獄島はどうしてこうも広いんでしょう。わらはもう疲れました。かぐやさん、まだ出発してそんなに経ってませんよ。だって誰も見つからないですし、せめて新しい発見が欲しいです。二人ともこっちだ。何か見つけたんですか？ああ、すぐそこにコアがある。行くぞ。ここだ。本当にコアがありましたね。どうしてコアがあるって分かったんですか？なんとなく感覚でコアの位置を捉えただけだ。やっぱりそれも景色少年だからなんでしょうか。でもジャックさんにはそのような力はありませんでしたけど。まあ、どうしてと尋ねても記憶喪失さんは答えを持ち合わせてはいないのでしょう。分かってるじゃないか。これからもそんな感じで無駄な質問はしないでくれると助かる。はいはい、わらわもどうでもいいですので。それよりもコアを破壊しておきましょう。そうですね、壊しておくに越したことはありません。待て、二人とも。万人が出てきたぞ。やっぱり簡単にはやらせてくれないですか。仕方ない、あいつを倒すぞ。宮の家族か。さて、どう動くか。傷つけさせはしない。いいです、行きますよ、行きますよ。しかかすだるいです。それ、危うかったですね。倒しました。かぐやさん、コアを破壊してください。ええ、このチャンス逃しません。何でもないわけないじゃないですか。具合でも悪くなったんですか？いや、そうじゃない。君たちは今何か聞こえなかったのか？ジェイルの鳴き声なら聞こえましたけど。キーってやつですよね。確かにあれ気持ち悪いですよね。聞くに耐えない声なのは確かですね。それにしても今回はラッキーでしたね。いきなりコアを破壊できるなんて。はい、これでナイトメアの不死性もなくなりましたから、希望が見えてきました。いや、喜ぶのはまだ早い。どうやらもう一つコアがあるようだ。うわ、本当ですか？わらわの喜びを返してほしいです。監獄と
にありますけど、珍しいですね。どうする？ここからだと結構遠そうだが、墓石に向かうか？いえ、ひとまずやめておきましょう。今のわらわたちの目的はまず生き残ること。そのために仲間や物資を探すべきです。白雪もかぐやさんに賛成です。無茶して死んでしまっては意味がありません。では当初の予定通り物資などの探索ということだな。よし、それじゃあ探索の続きといこうか。アイテムゲットです。アイテムゲットです。アイテムゲットです。どうですか？油断するな。さて、どう動くか。僕の後ろに下がるんだ。行きますよ。スレ。意識が。行きますよ。いいです。行きますよ。これにしよう。どうも。行きますよ。だる。危うかったですね。二人とも、ちょっと待ってくれ。今度はどうしたんですか？また具合悪くなりましたか？どうやらもう一つのコアも破壊されたようだ。本当ですか？ああ、間違いない。反応が消えたのがわかる。君たちには信じられないかもしれないが、あなたは先ほど実際にコアを探知しました。その力については信じられます。じゃあ今度こそナイトメアの不死性も消えたってことですよね？ええ、絶対に勝てない相手というわけではなくなりましたね。でも誰がもう一つのコアを破壊したんでしょう？ひょっとしたらジャックさんたちや他のみんなが壊してくれたのかも。そうかもしれませんね。メルヘンと戦える人なんてわらわたちの仲間くらいのものですし。ん？どうかされましたか？いや、なんでもない。探索を続けよう。何が欲しいんだ？こいつだな。さ
つけました。ポイズンボム、アイテムです。置きますよ。ミュン、ひどいです。置きますよ。いました。痛い。行きますよ。行きますよ。これでどうだ。行きますよ。お疲れ様でした。ついてますね。お疲れ様でした。気になりますね。これだと思うんですけど。どうですか。あらあら、扉が。さあ、行きましょう。ひどいです、うん、アイテムゲットです。アイテムです。いらっしゃ。これでいいのかい。これでいいのかい。他に用はありますかい。ではまたごひいきに。また暗闇が出てきたな。どうしましょう。コアは破壊してあるから挑めないこともありませんが。いや、回避できる危険に挑む必要なんてない。そうですね。わらわも戦わなくていいなら、こんな面倒なのは相手にしたくありません。待ってください、二人とも。確かに不死性はなくなったとはいえ、ナイトメアは危険な存在です。迂闊に挑むべきではないでしょう。ですが、この先にいるだろう仲間かもしれない人たちに会うには戦うしかないと思います。やはりそうなりますか。ここまでは大体探索しましたしね。残るはナイトメアの向こうと。ナイトメアが動くのを待って隙を見て通過するのはどうだ。この辺りは逃げるだけでも大変です。ましてや横をすり抜けるなんて無理があります。
ナイトメアを倒そう。まあ、ずっとこの監獄島で暮らすのも嫌ですしね。仕方ありません。やりますか。はい、そうしましょう。いいか、分かってると思うが、むやみに突っ込むなよ。僕もできる限りのサポートはする。そして危険と判断したらすぐ逃げる。分かったか。はい。それでは行くぞ。なんとか倒すことができそうですね。これがナイトメアの本体。お二人ともナイトメアが動きます。気をつけてください。ここまで来たら絶対に倒しましょう。
ナイトメアもいなくなったことですし、安心して皆さんを探せますね。もう私なんてちょっと空気が重いような。うわぁ、行くよ。やった扉が。では参りましょう。ナイトメアがいないって分かってると監獄島の中とはいえ気持ちが軽くなるものね。確かに探索もこれまで以上にはかどるって気がしますね。もう奥まで来ちゃいましたし。意外とジャックたちがいなくてもなんとかなるものね。やっぱり一緒にやってきた時間が戦いに出てますわね。これが黎明初期メンバーの強さってやつね。年季が違うのよ、年季が。赤ずきんさんに連れられてジェールに潜ってただけはありますわよね。まああの日々が役に立っているのは私も実感してるけどさ。なんか皆さんだけ楽しそうでずるいです。いいな、子供の頃から一緒で。私は黎明の初期メンバーじゃないから皆さんとの思い出もないですし、何より景色少女じゃないからジェイルに潜ったりもできません。おほう、じゃあクナイはようやく今念願のジェイルに来られたってわけね。それで感想は？寒いし怖いしで最悪です。二度と来たくありません。ジェイルなんて行かなくていいなら絶対に行きたくなんてありませんわね。こんなにベッドが恋しくなるとは思ってもみませんでしたよ。あ、それすごいわかる。ふかふかのベッドで眠ったのが遠い昔のように感じるわよね。それがわかったってことはクナイさんはもうジェイルマスターですわね。そんな称号いりません。あの部屋で最後かしらね。そうですわね。この辺りが監獄島の一番奥のはずですもの。じゃあパパッと調べちゃおうか。お、アカネってば、いきなり一人で飛び出さないでよ。大丈夫だって、もうナイトメアもいないし。いつもの赤ずきんさんとまでは行きませんけど、少し雰囲気戻りましたわね。ほらみんな遅いよ、私開けちゃうからね。おーい、誰かいる？助けに来。お父さん。仕方ない、時間もない。どうやらこの部屋が監獄島の一番奥に当たるようだな。よし、先に進むぞ。アカネ様。まあ、もう一つのコアを破壊したのは赤ずきんだったんですね。赤ずきん、あなたまさか
一人ってことはありませんよね。どうしたんですか、赤姉様。そちらに何があるって言うんです？ん？そんな、嘘です。どうしてあなたがここにいるんですか？二人ともこいつを知っているのか？博士。